アロハ、アロハでございます。村健です。皆さん、ファインボーイズ専属モデルオーディション投票本当にありがとうございます。いやー嬉しいね。いや実はさ、僕3週間前おい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 もう多大なる、もうめちゃめちゃ多大なる投票いただいて、もう感謝感激です。ちょっともうこの興奮が止まらないんですよ。もう本当嬉しくて、まずもうツイッターで宣伝したらさ、あ、ツイッターじゃない、ツイッター、ツイッターで宣伝したらいいねがもう2000超えた。もうこれね、過去のあのファインボーイズのあの候補者と比較してみたんだけども、2000超えたのは。まあちょっとね、すいません、ちょっと天狗ではないんですけども、あの、僕一人だけだったんですよ。いや、これ待って !2000 超えたのワンチャン、これウェブ投票勝てんじゃないと思って、そっからインスタグラムでも宣伝させていただいて、そっからですね、なんと、そのインスタグラムの投稿も宣伝した時に、いいねが2000超えたんですね。やばいですね。で、ちょっとびっくりしたのが、ファインボーイズ様の、あの、公式アカウントよりも僕の投稿がちょっと、みたいな感じで、待って、俺これマジでファインボーイズ専属いけるんちゃうっていうね、もう胸に火がつきました。そしてね、やっぱり嬉しいのがさ、 DM で投票しましたよっていう、もうガーってきて本当にありがとうね。いや僕さ、あのオーディション終わってからやっぱ1年半、まあいろんな活動してきたんだけども、ようやくまた大きなチャンスに出会えて、そしてこの1年半経ってもオーディション番組終わってもなおずっと僕の夢に向かって、チャンス、そして応援してくれるもうみんなに本当にありがとうございます。いや嬉しいよ、めちゃめちゃ嬉しい。村松頑張れと、もう応援してるよって。いやだからさ、もうこの皆さんの期待をもう背負って、もう代表して俺絶対ファインボーイズ専属モデルになるんで、皆さんどうか、どうか楽しみに待っててね。で結果なんて、ファインボーイズの専属モデルの結果なんだけども、ちょっとね遅くなっちゃうんだけども、12月8日に果たして俺の運命の分かる道がなるんで、もうちょっと楽しみに待っててね。本当にありがとう。マジで一つ一つ DM 見て、もうその分スクショして、もうなんかもうそれでもう印刷して、もう壁にいっぱい貼って、もうなんかもう感謝マハロ、ダブルマハロでございます。そんな感じで、本当取り急ぎの報告ではございますけども、本当に投票ありがとうございました。結果は12月8日、明るい未来はすぐそこに